1万種類を超え、今なお増え続けている遊戯王カード。環境で活躍するもの、強すぎて禁止になったもの、様々なカードが存在する中で、使い道がわからないクソカードと呼ばれるカードたちがいる。ここはクソカード診療所。クソカードの病状を解明しながら、なんとか使い道を考える。そんな場所である。本日の患者を紹介するぞ。どうぞ。ゲートガーディアン君、レベル11、闇属性の戦士族モンスターで、原作の王国編で迷宮兄弟の切り札となったカードで、3枚のマシンカードを揃えて召喚する合体モンスターだって。合体とは言いつつも、それぞれのマシンが攻撃力や能力を持ち、攻撃を融合させパワーアップするなど複雑な能力を持っていたが、 OCG ではどのように再現されたかを見ていこう。このカードは通常召喚できない。自分フィールドのライマシン3が、風マシンヒューガ、水マシンスーガをそれぞれ1体ずつリリースした場合に特殊召喚できる。なるほど、これは重傷だな。3体のマシンを生贄に特殊召喚というのはまだわかるが、ゲートガーディアン自体が何の効果も持たないモンスターとなってしまっている。3枚のマシンカードの共通効果であるダメージ計算時に攻撃モンスターの攻撃力をゼロにする効果は、遊戯王最初期に登場した割にはそれなりに強力なのだが、ゲートガーディアンになるとこの効果は失われ、本当にただ攻撃力が高いだけのモンスターとなってしまう。効果耐性が全くないため、モンスター効果や魔法トラップによる除去も全て通ってしまう上に、3750という攻撃力も今の時代では簡単に超えられてしまう。このように場に出せたとしてもお世辞にも強力とは言えないのだが、このカードの重傷さの本質はその召喚しにくさにある。3体のマシンをフィールドに揃えた上で手札にゲートガーディアンを用意する必要があるのだが、これが途方もなく難しいのだ。3体のマシンはそれぞれがレベル7の最上級モンスターで、属性や種族が全員異なるので、これらの3枚を安定して場に出すのは至難の業だろう。一応それぞれの種族や属性だけを見ればそれなりにサポートカードはあるのだが、全ての要素を1つのデッキにまとめるのは現実的ではない。ペンディラム召喚を使えば手札から3体をまとめて特殊召喚できなくもないが、そもそも手札に安定して持ってくる手段が少ないため、1ターンのうちに3体を場に出すのは登場から23年が経った現代でも相当の難易度だと言える。おまけにゲートガーディアン本体を手札に用意する必要もあるため、実戦での正規召喚は極めて困難で、レベル11なため晴天の霹靂で召喚条件を無視して特殊召喚することもできない。これならばある程度サポートカードが豊富な三原神を場に揃え、光の創造神ホルアクティ召喚による特殊勝利を狙った方がよほど現実的だろう。以上のような症状になったため、ゲートガーディアンの存在自体は有名だが、実際にデュエルで召喚したことのあるデュエリストは極めて少ないだろう。一応メインデッキに入る戦士族としては攻撃力が最も高いため、ユーフォロイドファイターの融合素材にしたり、ズババジェネラルで手札から装備し攻撃力を上げるといった使い道はあるが、単体だと完全に自己札になるので多少攻撃力は劣るが、カオスソルジャー、解闢の使者などを採用した方がいいだろう。総じて極めて召喚しにくく、召喚しても効果を持たないという非常に重篤な症状を抱えているゲートガーディアン。召喚条件以外の効果を持たない以上、ゲートガーディアン本体の強みを生かすといった治療は難しいため、ある程度戦えるデッキの展開途中でゲートガーディアン召喚の準備を整え、開始のターンで降臨させることでなんとかフィニッシャーとして活躍させるという治療方針を考えていきたい。一応元々の高いステータスに加え、最強の盾などの戦士族サポートを受けられるため、フィニッシャーとしては十分なパワーを発揮してくれるだろう。ゲートガーディアン召喚への第一歩として、まずゲートガーディアン自身を手札に引き入れる必要がある。まずはその足がかりとなる治療薬を紹介しよう。それが遠征騎士道ローランのカードだ。遠征騎士道ローランはレベル5のシンクロモンスターで、シンクロ召喚したターンのエンドフェーズに戦士族を手札に加える効果を持つ。効果の処理がエンドフェーズに行われるためやや遅い印象だが、そもそもゲートガーディアンの召喚には2ターンを費やす都合上さほど問題ではない。加えてこのモンスター自体がチューナーであるため、シンクロ召喚時に効果を使い、エンドフェーズのサーチを確定させた後でこのカードを素材としてさらなるシンクロ展開で盤面を固めることも可能だ。さらにこのカードは墓地から戦士族モンスターに装備し、装備モンスターの攻撃力を500アップさせる効果も持っているため、ゲートガーディアンを召喚できた暁には
神をも上回る攻撃力が約束されるため、非常に相性がいいカードと言える。サーチと同時に装備魔法を墓地へ送る必要があるため、展開補助も可能な蘇生効果持ちのリビングフォッシルなどを複数枚採用しておくといいだろう。シンクロモンスターを使うことになるため、おなじみのハリダドン展開などで遠征騎士道ローランを経由した後に盤面を固めつつ、相手の動きを止めた後で次のターンにゲートガーディアンを召喚し、高火力で相手のライフを消し飛ばすというのが理想だ。次の問題はいかにしてサンガ、ヒューガ、スーガの3マシンを場に揃えるかだが、最上級モンスターであり、かつ種族属性がバラバラなモンスター3体を一気に場に揃えるのは不可能に近い。そこでその状況を擬似的に可能にすることができる特効薬となるのがファントム・オブ・カオスと地獄の暴走召喚のコンボだ。ファントム・オブ・カオスは墓地のモンスターを除外することでそのモンスターと同盟カードとして扱えるモンスターであり、攻守ともにゼロであるため地獄の暴走召喚で一気に場に3体揃えることが可能だ。ゲートガーディアンをサーチしつつ相手ターンをしのぎ、開始のターンでサリュージャ・スカルデットをリンク召喚、大量ドローによってこれらのキーカードを引き入れることができれば、スカルデットの効果でファントム・オブ・カオスを手札から特殊召喚し、地獄の暴走召喚の発動条件を満たすことが可能だ。このコンボを採用することでいかにして3マシンを場に揃えるかという目標から、いかにして3マシンを墓地へ送るかというより簡単な目標へシフトすることができる。まず風マシン・ヒューガは魔法使い族なため、マジシャンズ・ソウルズでデッキから墓地へ送りつつ、マジシャンズ・ソウルズを特殊召喚できるため墓地送りと展開を兼ねた採用筆頭候補のカードとなるだろう。マジシャンズソウルズと適当なチューナーからハリダドン展開につなげ、できればその道中で他のマシンを墓地へ送りたい。そこでもう一つの特効薬となるカードがユニオンキャリアだ。ユニオンキャリアは場のモンスターを対象として、そのモンスターと種族あるいは属性が同じモンスターをデッキから装備できる効果を持つリンクモンスターだ。装備したモンスターが墓地へ行けば装備カードとなっているモンスターも墓地へ送られるため、実質的に任意のカードを墓地送りできる。展開例を紹介しよう。通常ハリダドン展開はクリッター1枚から可能なのだが、クリッターをリクルートできる魔開発原生機デスガイドとマジシャンズソウルズの2枚初動にすることで、エクストラモンスターゾーンにユニオンキャリアをリンク召喚し、キャリアを残したままメインモンスターゾーンでアウローラドンからのシンクロ展開を行うことが可能となる。この展開の優れている点は、ユニオンキャリアを経由して展開する際、なんと偶然にも場に光、風、水という3マシンに対応した属性を持つモンスターを経由するため、必要に応じて装備するマシンの種類を選べるということで、開始のターンでユニオンキャリアが生き残っていれば、残り1体のマシンを墓地に送り、ファントム・オブ・カオスによる3マシンのコピーを実現することができるのだ。その他にも相性がいいカードを紹介しよう。聖者の侵食は墓地のモンスター1体のみが除外された場合、デッキから異なる属性のモンスターを墓地へ送ることができる永続魔法だ。ファントム・オブ・カオスでコピーする際に墓地のマシンを除外するため、それをトリガーにもう1体のマシンを墓地へ送ることが可能となる。打点の低いユニオンキャリアは戦闘破壊されやすく、次のターンに生き残らないことも多いため、その場合は愚かな埋葬や聖者の侵食で残りのマシンを墓地へ揃えよう。飛白竜ワイバースターと暗黒竜コラプサーペントは特殊召喚しやすく、ストライカードラゴンを経由することでリンク数を稼げるため、開始のターンでスカルデットを出しやすくなるため採用したい。特殊召喚の際に墓地のモンスターを除外するため、先ほど紹介した聖者の侵食とのコンボを狙うことも可能だ。ユニオンキャリアを経由した新しいハリダドン展開によって、おなじみの制圧盤面を築きながら3マシンを墓地に揃えるという荒技が可能となった。そこに遠征騎士道ローランとファントム・オブ・カオスの増殖コンボを取り入れることで、実現不可能とまで思われたゲートガーディアンの降臨をなんとか実現し、フィニッシャーとして活躍させることができるようになった。フィニッシャーであれば現代ならアクセスコードトーカーなどを出せばいいと言われればそれまでだが、遊戯王最初期から存在するロマンカードの代表ともいえるゲートガーディアンの召喚に成功し勝利することができれば、その達成感は計り知れないものとなるだろう。最近は現世と冥界の逆転など初期のカードのリメイクや強化が数多く行われているため、ゲートガーディアンの強化カードもぜひ実装してほしいところだ。最後にデッキを紹介しよう。マジシャンズソウルズはヒューガを墓地に落とすだけでなく、手札フィールドの魔法カードを2枚まで墓地へ送ってドローに変換することができる。マジシャンズソウルズをサーチできるイリュージョンオブカオスは
ハリダドンの展開後の制圧モンスターであるアークデクレアラーの無効効果を使った後についでにサーチすることができるため、開始のターンで再びマジシャンズソウルズにつなげ、ドロー効果でコンボパーツを引いた後にスカルデットのリンク素材にすることも可能だ。ユニオンキャリアやバレルロードサベージドラゴンの効果で装備したモンスターも魔法カード扱いになるので、ドローに変換できる点は覚えておくといい。リプロドックスはリンク先のモンスターの種族属性を変更できるモンスターで、リンク先のファントムオブカオスを機械族に変更し、機械複製術を使って増殖させることが可能だ。これによりサーチが難しい地獄の暴走召喚と合わせて6枚耐性にすることが可能だ。ジェットシンクロンは1枚からハリダドンにつなげられるだけでなく、手札に来てしまった3マシンをコストで墓地へ送る役割もこなすため、状況に応じて文房具001と使い分けよう。クソカード診療所は常に患者を募集している。治療が必要なカードがあればコメントしてくれるとより多くの患者を救えるから助かるぞ。というわけで本日の診察は以上で。世の中には治療を待ち望んでいるクソカードたちがたくさん存在している。1万種類を超えるカードの組み合わせとデュエリストのひらめきによって多くのカードを救うため、クソカード診療所は今日も患者に向き合い続けるのだ。